日大の学生の頃、やっぱり特撮円谷英二、まあ円谷って読める人は当時少なかったけどね、円谷がメジャーになったのはオリンピック以来だから、だからエンタニとかマルタニとか言われたけどね、僕はもう昔から好きだったんでね、そうするとドラマを撮るだけより少しは夢があるかななどと思ったんでね、とりあえず何っていう目標じゃなくて円谷英二にいろんなことを学びたいと思って、日大の学生の当時親父さんを訪ねたわけ。そこでね、まあ東宝遊びに来いっていうことからアルバイトを東宝で紹介されて、それで卒業と同時に円谷プロダクションで、当時あんまりある仕事じゃなかったけど、その助監督をやったりいろんなことやりながらね、光学撮影というレンズを向ける対象物のない世界を作り出していく仕事を円谷でやってます。それからずっと円谷以外を知らないという僕は円谷プロはウルトラマンの B 班だから、2クル目かな、2クル目からアルバイトから入りましたから、もうそれは成田さんの紹介でおいでよって言うんで、でずっと居ついてしまってたという。最初美術ではなかったんですよ、学生の時にね、ちょっとカチンコ打ったりなんかして日活テレビ室にいたんですよ。その時成田さんがたまたま美術だったりしたんです。でも美術から美術に、まあ、もともとっていうより、演出やりたかったけど、なんとなく美術学校ですからね、出身がそっちへ回ってしまったのかな。でもまだ演出的なことって興味ありますからね、時々なんかいろんなことやりますけど、やっぱこう美術作る上で何かこうその視点が、あ、視点はそれはやっぱり映画作りという根本に変えれるから、こうなんて言うんだろう、映画の中の 一つのパートじゃなくて全体を見通しながらやろうみたいなことは結構、あの円谷英二にね褒められることはまずない。でもここがダメだって言われない、黙っておよかったって言われればね、それがやりたくて僕らずっと円谷で僕なんか仕事してましたからね、そういうカリスマ池谷さんの仕事みたいのはね何人もいるわけ、おのおの競争がある程度で信頼がある監督だと自分も必要以上に発揮できる。僕の仕事って交代がいないわけだから 100% 僕はやらなきゃいけない。それでもはじめさんにはよくやれたよね、この飯島さん監督のね、お前が飯島さんの作品だとね 120% 力を出す、俺のお前 100% 以下だ。それはどういう意味だ。それはね、やっぱり飯島さんの使い方のうまさじゃないかしら、うん、それで飯島さんね、僕ね昔言ったことあるのはね、そんなこと監督特撮に任せちゃえばいいじゃないですか、当時別班に分かれたから。そしたらね飯島さんはそうじゃない、特撮がやるとしてもこの作品は僕のタイトルで監督をやってるんだから全部が知ってたいんだ、だから途中でね、あもうそこいいよっていう監督の中にはいるわけですよ、シリーズやってるとこの作品じゃなくてね。そうするとね、やっぱり監督によってこっちは手抜いてくるわけじゃないんだけど、上がりにムラが出るわけですよ、ね、熱心な監督とそうじゃない。そうするとね、はじめさんはね、あの人ね特撮がねすごい使いたがる人なの。でも特撮って一番いいとこを大体見せないですからね、数コマしかだら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 見せないわけですよ。だから監督はもっと見たいと自分の作品ではそう思っちゃう。ところが人の作品だとそれがないから、上がったものがうまく演出されてるとね、羨ましいと言ってね、中野いつでも手抜きやがってんの、俺の作品やらねえよくはじめさんには言われたんですよね。だそういう意味じゃ飯島さんの作品の方が僕は技術の使い方がね思いっきり発揮できるから、力が入ってたのかなという
思いはありますけどね。僕がやりたいっていうことを飯島さんに話すると、あの話の中に取り込んでくれるわけ。だから、ウルトラセブンでね、やり残したことがあってね、監督に言ったらね、もうクランクアップしてたんですけど、まあテレビの場合はね、何パもあるから、ちょっと空いた時間に撮りに行こうって言ってね、全然もうね、シチュエーションが違うんですけどね、撮ってもらったらね、それが入ってちゃんと繋がってんです。ちょっと詰め込みすぎですかね。でも、ちょっとね、あのでも博士の発明おじさんですね。発明おじさんね。あの頃、僕のおじさんかなんかやったのかな、うん、そうそうそう、あの匂いですよね、弱たちの。あの頃はまだフランス映画の影響も結構強かったんだね。強かったね、うん、そうだね。まあ、つぶらやプロ、普通、通常のつぶらやプロではない世界を、この作品はやりましたね。というか、日本映画自体になかなかない世界ですか、ね、大五郎のね、デザイン自体も、今までつぶらやプロであんまり出てこないようなキャラクターじゃないですか。結構難しかったですよね。うん、そうですよね、うん、これは。だって、小分けりゃいいってもんじゃなかったから。ないし、それから、ね、コミカルにしなきゃいけない。大五郎に関しては飯島さんがなんかちょこっと絵描いてきてこんな感じなんだよねっていうようなのがありました。これ母親騎士夫人かなっていうような感じかな。それが怪獣だったらみたいな考え方したんじゃないかな。ゴリアスに関してはこれはね、僕としては非常に何て言うんだろう、明朗で、今までつぶらやプロで作ったことない怪獣にしようと思ったんだけど、少し単純すぎますよね、アイデアが。力だけ強くて頭は弱いみたいな感じがするじゃないですか。いやでもそういう怪獣ですか。そう言っても。もうちょっと凄みを出したかったんだけど、ちょっとハッピーな怪獣になったなとは思ってるんだけど、この表面だけ岩山に見えるっていう設定があったんで、これがないと今からね、今のテクニック使えばね、そんなのも簡単にいくんですけどね。当時はないからね、この岩だけ船でね。岩自体は作りましたからね、会場へ。景色の中にあるもちろん岩があるんだけど、動かなきゃいけないっていうんでね、船の上にかぶしたんですよ、これを。部分的にね。で、片側だけ作ったもんだから、こうね、こう横一でよかったから、船がこう傾いてきた。やべえやべえって感じでしたね、あの時は。でも映画ってそういうアクシデントっていっぱいありますよね。人間が、僕たちが卓上でプラン立てて、それ通りにレンズを向ける被写体が動いてくれるなんて絶対ないもんね。昔のコピーだから質悪いんだけど、うん、あ、そうかそうか。足元って、この部分を作ろうって、こう、設計してありますね。口元とここと、ここと3カ所かな、うん、作ったの。等身大も作ったもんね。だから今見ると作り悪いんだけど、うん、作ってね。あの合成目ってどうしても合成ですからね。だから人がいるところからティルトしたりパンすると、お客さんがもうイメージしている舞台があるから、合成がなかなか合成って分かりにくい。当時はね、フィルムの中から色を抜くということがまずできないわけです。だからブルーのバックで撮れば、ブルーを捨ててもまだブルーの前で撮った印象が残るわけですよ。だから極力これではね、ブルーバック使ってないんだ。ワンカットだけ。どうしてもね、タイミングが合わないし、動きがゆっくりじゃないと合成ができないんでね。あの海岸のところ、大五郎が寝てて、一緒に主役と一緒にこう歩いていく、はい。で、どうしてもできないのは動き始めと、動き始めは編集で合わせることができる。止まりも合わせることができる。だからワンカットで撮ったんですけどね、それを頭もケツもね、ぴったり合うってわけにいかない。だからカットを割ってもらって、うん、頭の動き出しと、うん、それで間にインターバルを置いて止まり際と、でワンカットでこっちは処理してるんですけど、うん、監督の方にはカットを割ってもらって挟んで、それでタイミングの調整したんです。そこだけがブルーバックです。あとはもう黒巻き一切使ってない。そういう部分がね、やっぱり当時はね、フィルムの中だけで処理しなきゃいけない、そんな部分があったんでね。だからいろんな部分を作ってもらったのもね、そういう部分でね。あんま手だけでも合成でいいじゃないかっていうけど、やっぱりね、
合成と臨場感違いますからね。うまく使い分けてるんで。そうですよね、うん、そのカットだけじゃなくて振り込んでそうなって本物の手が入ってくるっていうとね、誰でも合成なんて見ないですからね。こんなでっかいのが作られてるとは誰も思ってないからね。だから見る人とのやっぱり戦争ですよ。でもまたこうやって DVD でね、蘇るったら僕らにとってありがたいですよね。僕は初めて特撮の主導権で、大木潤っていうのがね、当時彼は円谷英二がものすごく可愛がってた演出系の特技監督なんだ。僕らはみんな技術系ですからね、円谷の伝統としては技術者が演出家になるというパターンはあってもね、技術を全く知らない発想がねやっぱり違うんでね、円谷英二はウルトラQ撮ってても大木のことをねすごく買ってた部分はね。でそれがはじめさんがね、じゃあ僕の弱いところは僕は技術系だけど演出系じゃないですからね、それじゃあ2人合わせて飯島さん協力しろよって言うんでね、クレジットはね監督というほどの力量があるわけじゃないから特殊技術っていうんでね出していただいて、僕は同じことをやって、で大木ちゃんと演出的なことがカバーしてもらって、それで飯島さんと、だからそういう意味じゃものすごくコミュニケーションが、特撮とそのコミュニケーションがね、まあ本田さんと円谷英二親父とのコミュニケーションに次ぐぐらいは良かったんじゃないですか。それ以上なんてとんでもないですけどね。だからそういうことでね、また恥も外もなくね、またこんなことやりたいって言ってね監督に言ったんでね、赤い靴を履くとねものすごく人にできないことができるようになる。で万博でねそれらしいことをね、勅使川原宏さんと自動車振興館でねアクセレーターっていう発明品があって、それを飲むと10倍動作が速くなる、1日240時間っていうんで、ね、それに似たことをやってた。だけどもっと完成度の高いのがね欲しかったんでね、それをね監督にお話してね、だから自動車を抜いていくとことかね、あ自動車運転するのは僕ですけどね、臭い芝居してね、実相寺さんのでは出てきたのはね誰かが言うからあれだけど、これはみんなに目に触れる機会がねないから今やっとこうと。いやいやいや、臭い芝居だからね気がついた人がいるかどうかでね、車もあれは僕の車編集結構時間かかりましたよ、うん、フィルム2枚重ねて見ながらね、みんな僕らは手で描くんですよマスクを一コマずつ。今はまあねロトスコープって言って、今回のスターウォーズのライトサーベルもみんなそうです。で当時ねああいうのがなかった、もうみんな手書きで。いけちゃんさ、伊豆でさ、いわゆる沖に出て、うん、大五郎が浮いてて、それで向こうを子供たちが走る、いくらなんでもねこれは小さすぎて無理だよって言ってね大木さんに言われたの。だけどいいからやってって言ってやったらね、結構上がったらね大木は気に入ってたね。それぐらいフィルムのグレードってあるからね、テレビじゃまずはね小さい子は見えないのがね。一回ゴリアスに負けた時です。そうです、そうです。岩場のねとっつき出て海岸の方を向いてね、で稲垣が拾い玉で取ったからね、まあそれはね大五郎が大きくて子供たちが小さいから、まあ逆になっても当然そうなんだけど、だけどそれをもっと強調したいからって言ってね、いやこれもう見えねえんじゃねえかなって言ってたけどね、大木は合成結構気に入ってくれてね。現場やっぱほとんど立ち上がったんですか。現場いましたね。責任をね、そのカットをもらった時から責任があるわけです。だから現場にいると合成しやすいように効果があるように話し合いができるわけ。責任はもうね自分がいてもいなくてもそのカット受けた時からあるわけですよ。だからできるだけいるようにして、それとやっぱり現場にいないとね、なんで努力しないんだよってなるけど、現場にいればねみんなスタッフが努力してるの分かればね
見えないで一コマずつマスク描くとしてもね、それだけ、はい、気入れてできるからね。ワイドスクリーンってね、当時合成の技術から言うとね、いわゆるアナモヒックレンズで左右が縮小された絵を作るとね、後で処理がねものすごく大変なんですよ。だからね、全部玉が通してね製造でいけるようにそれをね主張して、ワイドなら上下を切ってね、いわゆる今でスーパー30もそうですね、それって言ったけど、それじゃあもっと画面が捨てる率が多いから、それだったら画面いっぱい使うスタンダード、それの方がね、どうしてもネガを使うとね、アナモヒックレンズだとこう丸が縦長になっちゃうんでね、とそれを元に戻すときにどうしても歪みが出るんですよね。極端なこと言えば合成して少しズレがあるマスクが横に伸ばすと倍穴が見えるみたいなことがあったんでね。中野さんの陰謀だったわけですね。そうですね、スタンダード、今これからテレビでやるのはいいんだろうけど、なかなかねスタンダードっていうのはとっても辛いんですよね、現場はね、日本のスタジオのタッパーが低いから。あ、そうだね、例えばこういうやつを煽られたりするともうこの辺全然通らない。特にスタジオが東宝使えなかったから ね。でミニチュアって言えばやっぱり煽らないと大きく見えないしね、で東宝はここは映画のスタジオだからタッパーがある程度あるとしても、極小つぶらやプロでは東方のスタジオまでね借りられなかったもんね。大英のスタジオを借りたときに大英、大英も入った、特撮大英入ったんだっけ、うん、そうだね、大英もシネスコスタイルのスタジオでしたね、当時はね。僕らと池ちゃんとはね、なかなかね、僕らは自己処理だし、池ちゃんは事前に監督とね、撮影にかかっちゃえばもう極端なこと言えばアクシデントがない限りね、その向きになってあれしなくても自分の思うように撮ってもらえるからあれだけど、なかなかバッティングするとかないんですけどね、アメリカ映画だとプロダクションデザイナーみたいにしてね、全部が池谷さんみたいな人が関わり合うんですよね、合成でも何でも。そうした方が映画のつながりっていうのはね結構うまくいきますよね。だってスターウォーズの1話でレイヤ姫を抱えてロープで飛ぶなんていうことバックは絵なわけですよ。日本の映画で設定が高い、例えば殺人事件が50何階のマンションであったとしてもね、そのマンションを作るのは地面で、地上に作ってカメラも地上だからね、周りを描く絵は絶えず平行なわけです。ところがカメラポジションだけ高くすればバックの絵をパーツをつけて描けば臨場感違うわけですよね。だから日本はカメラポジションになかなかお金かけてくれないからね、プロダクションデザイナーがそういうふうにタッチしてこうだって言って決めるとね、お金は同じなのに、そこをねタッチする人がねいないんだよね。で池ちゃんとやった実装さんのデート物語だってさ、花火上がるところをさ池ちゃんがミニチュアで、であれ金がないからってミニチュアしないで絵になったけど、絵になるとねどうしてもね一人が描くから一人の能力しかそこで出てこないと、ミニチュアになるといろんな人の能力とライティングという能力でコントロールができるわけですよね。で今 CG 屋がそうでしょ、やってる人の能力だけになっちゃうんですよね。だからね、日本じゃ一番その今プロダクションデザイナーっていうのは足りないですよね。全体を見て、ね、プロデューサーに次ぐ地位でね、もちろん美術のことが分かる人がコントロールするんだけども、守備範囲が全然広いですよね。ウルトラマンの場合はね、通常合成じゃないところは16ミリで撮りますから、これは3本で全部撮ってる。そうですね。いや、とても優しい芸術家ですよ。もうだから今ね、いらっしゃらないから、こういうのを見るとちょっと考えません、彼がこれ手作りで作ってくれたんだよなと思うとね。今度行ったりするんだね、どれぐらい時間を
かけるもの、そうですね、一から作るとなってやっぱ1ヶ月ぐらい見といた方がいいでしょうね。だから通常やらないんですけど、これはそのデザイン画からこういう検討用に作ってもらったんですよ。でこれも比率の違いとかいろいろ考えながら、だから検討用で、ね、年度まではありますけど、ここまでのここまではね、なかなか、まあ、映画だからやってくれたんだろうね、きっとね、時間もあったし、東方の映画でもここまでやらないですかこれでレンズの研究したもんね、うん、この画面はこうやって撮ろうよとかって話にはなったから、比率もちゃんと出てくる、出てきますよね、まあ、合わせて、うんうん、頭の中だけでね、都合のよく考えることじゃないことが ね、できるから。で、日本の場合みんなこれ役者さんが入るわけだから、役者さんの身長とも合わせて、ね、合わせなきゃいけないし、うん、合わせたらちょっと背が低いから、なんか爪も入れて高くして、デザインを変えようとかって話になってくる。覗くところもね、考えなきゃいけないし、ね。どの辺から見られるのかねとかって話ですね。あとこれ、ね、水が当然海が多いんで関わってくるんで、うん、メンテナンスとか大変だった。大変ですね。大変だよね。沈める方が大変だよね。高山さんの会社って非常にこう軽くて動きがいい分だけ弱いんですよ。ゴジラなんかものすごいガチガチの硬い重い素材でできますけど、だからその分動きがいいんですよね。だからメンテナンスは大変です。逆に言えば。でもゴツム結構ね、僕らやってて好きなことやらせてもらったんですからね、やりたいと思うことをね、監督に言うと、工事現場でこう捕まるとこなんて、あれね、サンプラザ工事中の時ね、まだ出来上がる途中で、出来上がる途中の時ね、まだ足場組んで内装工事も入ってない頃行って、あそこでね撮らせて、ネオンサインだとか看板出せないから、みんな看板が取り替わってるんですよ。なんて言うか、中野工学、中野工学なんて入ってたかもわかんないしね、うん、いい加減なことやってて、つぶらやじがね、当時ね007のね、二度死ぬで日本ロケーション来たわけです。そうすると特撮見えたことでね、まず呼ばれるわけですよ。そうするとね、もう違うんですよ。ジェームス・ボンドでカバンから出して飛行機で飛ぶ、本物作って引っ張っちゃえ、特撮じゃないですからね、いかにそれを安く作るかっていうね限界。でもそれでもね、面白いのはミニチュアを撮ったらやっぱりミニチュアに見えるわけですよ。その工夫のノウハウがねいっぱいあるんですよね。やっぱり今もうね、空気感っていうのがね、デジタルでやるとなかなか出ないですからね、みんなフラットないばっかりでね。それは特撮だとね、やっぱり雪一つだって円形と手前と全然材質変えるしね、奥行き感を出すのに現場じゃすごく苦労するのに。僕はこういうこの手の映画っていうのかな、この映画のテイストって割と珍しいと思うんですよ。でそれが今見たらまた新鮮なんじゃないかなっていうのがあって、皆さんが、数多くの人が見てくれるといいなと思ってます。僕らね、むしろね、 DVD でこれが残ってくれるということがね、今までのリニアだとね劣化もあるし、ところが DVD で取り上げてもらってね、作品として半永久的にね残るという部分にむしろ僕らは感謝したい、ね、それでまた思い出を作ってくれた子がね、自分たちの世代になった時にね、新しいもの、ね、生まれてくると、僕らは嬉しいです。